ていう話で、こうすることが自然ですっていうことをどこまで言ったらいいのかっていう話なのかな、話なのかなっていうふうなことで、ちょっと下原先生の話もお聞きしてたんですけど、まあ、一応大人になっても他者をケアしないといけないっていうのは、まあ、それが自然であるから、ただそれが自然だからっていうのは、根底になんかすごい、なんか、プリミティブな、まあ、母と子の経験があって、そこに全部演繹、まあ、機能していくとか、還元されていくっていう話でもないんですよね。まあ、それは多分、成長するに従って、そういう、まあ、ある種の経験が、まあ、鍛えられて、ある種抽象化されて、モデル化されて、他者との関わりに、まあ、適用されるようになるっていう、まあ、レアプロセスというか、学習プロセスっていうようなものが、まあ、想定されると思うんですけど、そういう話でもないですかね、後半は。これはきっと20、30に問題が入り組んでて、ちょっとヨナスの話は今日しなかったんですけど、まずヨナスの言ってることを自然主義的に理解することが正当かどうかを私は疑うんです。つまりそれは日本に持ってくると日本的な親子関係の話になりますから、親に育てられたとか私たちも子供育てないすごく納得するんですよね。ただヨナスの言ってるのはユダヤ教的な伝統のところにあるのでちょっと違うんじゃないかと思うんですよ。それは日本的な親子関係と違ってもう少し別のものがあると思います。つまり何かしら超越的なものが媒介しているような仕方で子供を大切にする話が裏にあると思うんですよね。もちろんそれ世俗的に毎日おむつ替えるときに超越的なものとかあるかどうしたかということは考えないからやってることは同じですけども、それは日本にで翻訳者と全て開かなくなっちゃってご近所付き合いみたいになっちゃう、超越が消えちゃうので、それはヨナスに対する理解としては避けない。でケアの倫理はどうなのかというと、ケアの倫理は別に一枚岩じゃないので、これは2ついくつもあるんですけども、例えばキリスト教に基づくケアの倫理がいうことだったら超越的なことを申し出すんですけども、ケアの倫理が非常に厄介なのは特にノディクスなんかはそうですけども、そういう超越的なものはなくてもいいと言ってしまうんですね。だからそれはすごく日本風に私はお母さんに世話されたからそれがありがたいと思ってます、だから私は次の子自分の子供の世話しますみたいに読み込めるし、そういうセキュラーなものとして読み込めるんだけども、同時にノディングスの言ってることは不思議なことになるんですか。世俗的なものがすなわち神聖なものであるみたいな扱いですよ。だからそれはですね、場合によっては日本もそうなのかもしれませんね。我々が理解している日本とは違うようなところでそういうふうになったことがあるかもしれませんけども、そうすると単純に私たちが世話されたことがあるから自然に世話する方がいいのだということをケアの倫理が言っているとはちょっと理解できないです。ノーティングスの語り方も誤解を招く語り方で、彼女は自然なケアリングが出発点にあるということを言ってますから、ですからそれは基礎付け風な考え方自然なケアリングが基礎にあるから、これは自然主義者であってというふうな話ですね。で名前は申しませんが、日本でそういう論文があるんですが、で私が前に書いた本の中でノーディングスの倫理的なケアリングを特に取り入れたのは、これは違うだろうということを言いたかったんですね。つまり単純に自然なケアリングだけで満足できるんだったら、その倫理的なケアリングを持ち出すわけではないんです。でしかし倫理的なケアリングを持ち出したからといって、そのケアがうまくいってる時の話だと、なんか私はケアする自分でありたいということが露骨に出てくるから、で私がケアする自分でありたいのはどうしてかというと、ケアされてありがたかったからみたいな、経験的な話になってくるので、そちらで読むと結局同じようなことになってくるんですけれども、ちょっとノーディングスの書いた一節で、それほど人は気に留めないところで私が非常に重要なのかもしれないと思っているのは、流れ星が、流れたのを見て、私は喜ぶかもしれないみたいな奇妙な一節があるんですよ。流れ星が流れたとか、庭にちょっとこう芽生えが出てそれを見て喜ぶかもしれないというような一節があるんですね。そこに人間が出てこないんですよ。
で私がそこに注目するのは、私がもういろんな人間をケアしているときにもう疲れ切ってしまってですね、それはそれぞれの人のケアする能力とか心のゆとりみたいなのがあって、すぐに疲れちゃう人間がいまして、私なんかその人ですけども、その時に人間も見たくないみたいな時に、例えば全然どうでもいい、何という草というわけでもないけど、草がちょっと生えてるのを見て何か癒されるみたいな気持ちが出てくる、そういうことをケアの歴は語るとか得意な理論なんですよ。でその時にそれはつまらんことだと言ってしまうのが実に簡単なんですけれども、それはケアの倫理が言ってる生きることの肯定みたいなこととつなげればかなり深く読むことができます。つまり生きることというのは基本的には人と付き合うことももちろん重要な要素ですけど、人と付き合わない場合でも何かしらそのここに起きていることを受け入れて、で受け入れる側は私私というふうな何か明日はこれをやりましょうとかそんなうまくいってる時じゃなくて、もう疲れちゃって明日も今日もなくてもう下手っとなってる時ですね、その時真空状態みたいになったんですね。で真空状態みたいになってる時に星が流れたとか、ちょっと草が出たよみたいなところがなんかすごく嬉しく思える時があるとすれば、そういうところで自分を立て直すみたいな話がない。そうすると生きることというのは何かって、何か私と違うものを何かしらの仕方で受け入れることだと、それを喜ぶことで私が立ち直るみたいな発想があるんです。それは通常人間に当てはめると、人間にはもうその草とか星みたいなものがなくて、この人という露骨な何かがあるから、だからここに非常にしっぺりなんかドロドロの関係もできてしまうし、でそれその人間を幸せの場合には私は親の世話になったから子供の世話しなきゃみたいな世間道徳みたいなのが顔を出しちゃうけど、本当にその世間的な道徳が根底にあるというよりも、むしろ何か生きてることの喜びみたいなものが一番根底にある気がするんです。でその生きてることの喜びみたいなことを何かそれだけ抽象的に取り出すと、おそらくノーディングスはキアンです。それは理屈になっちゃう。むしろその生きてる実感みたいなことを語りたい。でそこを抽象的にやって、まず生きてるということが自慢にあってみたいなことを言うのはすごく嫌になっちゃったんです。それは何か現象学で言うと、今浜津先生がおられてなくて現象学やめた人間が何かとかその思考性の対象みたいなことが問題なんじゃなくて、思考性そのものが肯定される。でも、でして我々は思考的な対象の方の価値とかそういうことで肯定してしまうので、何かが歪んじゃう。だいぶ腑に落ちてきましたけど、要はケアされる経験っていうのは、人間が自分をケアするかもしれないけども、ケアの経験を人間学的な、なんか狭いモデルで捉える必要はないっていうことですよね。例えば動物によるケアとか、もしかしたら無機物とか、そういう人間の形してないものによって形成されてきたケアの経験っていうのがあるっていう、そういうお話だと思います。はい、私はそういうふうに広げて理解したと思います。ただしですね、私が今のように広げたことをケアの倫理論者たちが納得するかは疑問ですね。彼女たちは私の子供を育てたということがもうものすごく露骨にあるので、あんたが抜き鉢で抜き育てたって言ってるよりも、私の子供を育てたこっちの方が大切よみたいな感じが母親みたいになって、だから母は私女性となるんです。そこがもしかするとケアの倫理を私はちょっと誠意一般に広げて解釈してしまうのかもしれなくて、で、もしそういうふうに持っていった場合には、もしかするとケアの倫理の女性の倫理とか言ってる人たちから反発。なんかトラウマチックな体験がありそうなところですまあ、すみません、失礼しました。いかがでしょうか。ありがとうございます。臨床哲学の木田です。今のことと少し関係するかなと思うんですけれども、そうすると例えばその動物とかの場合でも、ケアを単に喜びを感じるであるとか、非俗に話したら癒されるとか、そういう意味合いではちょっとなくて、例えば子供を育てたっていうことを主張するっていう、いろんな問題を含むかと思うんですけども、
そのケアというときに必ずしもどちら側からの思考性とかそういったものが満たされるというだけではなくて、こう被るというか、もう思いがけないものに自分がこう振り回されてしまうとか、そういったことも受け入れるということの意味合いも含めて、やはり改めて倫理ということを言っているというところがあるんでしょうか。ちょっと聞いて。それはそうだと思うんです。つまり、受容することによって変わっていることが喜びだとか、生きることの生きがいだみたいなことは、少なくともノーティングスにはよく違います。で、フェミニズムは、得てしてそうじゃない方向に行きますね。例えば、マッキノンという人がいますが、この人は全てのセックスは霊気だという、かなり衝撃的なこと言ってて、私はスッキリした気分だから、それなり好きですけど。それに対してはブルシラ・コーネルって、まあ、全員女性ですが、この人がマッキノンの言ってることあるいはマッキノン態度はマッキノンが批判している男性的な態度と呼んでいるじゃないかと、つまり頑なに自分を守って拒絶すると、で頑なに守ることによって自分というものを主張する、で、そういうところを読むと私は面白いかと思うんですけど、つまり男性の社会の場合にはどちらかというと、私がどれほど必要かということを相手に説得することによってようやくいい場所を見つけるみたいなところが競争的な男性的な社会ではよくあるんですよね。しかしそれだけでいつも外貨を上げてやったやったと喜んでるだけじゃなくて、男性の場合でももちろん何の気もなしに私が受け入れられたとかですね、あれ、私にこんな面があったのかしらとか思って自分を肯定するとか嬉しく思ってきたんですね。で、ルシラ・コーネルは自分を固くするんじゃなくて自由をするということが重要だというふうに言います。ただこれもケアの倫理の議論ですと、さっき母親の話になりますけど、今度は繊維の問題が絡んでくるんで、固くなってっていうのはこれセックスまでが絡んでくるので、こうしたペニスのイメージがあるんですよ。でそれに対して自由っていうのがもちろん女性の性の問題ですね。でそれを引用するとき私は非常に困りまして、さっきの女って書いて私って書けないのと同じ理由で困ります。ただ男性にもそういうことが当然あると思うんですね。性の問題、セックスという問題を切り離していれば、自分が思いがけない仕方で受け入れられるとか、何か自分が必要だとか能力があるとか、得てして身につけたノウハウでお役に立ちたいとかいうふうに、お役に立つ私みたいなところで押し出してくるんじゃなくて、何か受け入れられたみたいなことで喜ぶということを受け入れられるとか。
の倫理っていうものに結びつかない、つまりケアの倫理がそういった社会正義、社会の政策に結びつかないのではないかと思うんですけれども、そうしますとそのあのケアの倫理を考えるときにどうしてもその人を傷つけてはいけないという義務、まあ、それがたとえ不完全義務であっても義務とか責任という問題、その超越論的なあの観点がケアの倫理にも必要ではないかと思うんですけれども、今の品川先生のお答えだと超越論的なものだとむしろ正義の側に回ってしまうというふうにおっしゃられていたので、そのあたりケアの倫理は超越論的なものを含めないのかどうかということをお聞きしたいです。まず超越論的っていうことでどういうことを考えますか。その義務であるとかあのケアの倫理を言っている時 の、 その人を傷つけてはならないという義務とか責任というもののその根拠付けというところをどう考えるかということなんですか。非常に難しい問題なんですけど、これは今日語り口のせめぎ合いの中で問題が出てくるって言いましたけれども、片方の語り口が完璧な説明ができているわけじゃないんですよね。つまりちょっと話を戻しますと、特に生命倫理学の中では人格という概念がやや乱用されてしまいまして、つまり尊重するに値するものと尊重するにしなくてもいいものを分けるんですね。そうするととりあえず今赤ん坊が生まれるあるいは胎児の中にいるんですけど、その胎児や赤ん坊が生物学的な意味で人間であると確かなんですけれども、しかしその生物学的な意味での人間であるということは単に生物学的なことだから、これは価値中立的なものだというふうに扱っておいて、そしてそれが人格という性質を帯びたときに尊重するという二段構えであったんですね。もちろんこれは実効性というか役に立つというぐらいになったわけでして、つまり中絶を許すとか安楽死を許すとかいろんな可能性がそこは出てくるわけです。ただそれで役に立つし多くの人のニーズがそれで満たされるとしても、でも先ほど言いましたようにそれをやっていくと何かこれはどういう値打ちがあるからだから助けましょうとか、私たちがこれを値打ちがあると思うからだから育てましょうみたいな論理にすり替わっちゃうんですね。でそれが嫌だというふうにケアの倫理から言ってます。ちょっとケアの倫理からするともし根拠付けというのが今みたいな、もっと根底的な別の抽象的な根拠付けが必要じゃないかと言われたら、ケアの倫理はまず最初にその発想に反発するんですね。おそらく、この子がどんな風な人間なのかそんなことは関係なく、この子が泣いてるから育てるんですというところがあるんです。それがそれはあまりにも素朴で、要するにそれは、母親がそういう風な気持ちになる話で経験的な話でっていうふうなふうに理解してしまえば、我々はそんなふうに母親全員がそんなことするわけじゃなくて、ニグレクトとかそういうのあるじゃないか、だからケアの倫理が増えてきじゃないとか、あるいはそれは母親という人の特殊な経験であって、それを経験したことのない人には通じない話じゃないかとか、あるいはそれはまあこれまでの母親がになる人が母親から受けたことをまあいわばインプットされてそうなっているんだから、だから慣習の繰り返しじゃないかというふうにもう批判ができるわけですよね。ただそういうふうに考えること自体が我々がもう一つ別の方で裁断する考え方に染まってるからそうなっているので、でもう一つ別の方に行ったからといっておそらく何の救いもなんじゃないというか、人に言い方と正規の倫理で説明してもあんまり救いがないんですよ。もし正義の倫理で徹底的に説明、正義の倫理というか今の人格の話で説明するとすれば、この子は生物学的に赤ん坊であることは確かであると、そして遺伝的には私の子供であると、しかしこの子が育つことが意味があるかどうかは私には分からない、しかしこの子は人格であるからだから大切にしましょうというような説明になっちゃうんですよね。
それに対しては別にケアの倫理の話をするんじゃなくて、バーナード・ウィリアムズが言ってるようなそういう議論は余計なことを一つ考えなきゃいけないと、実際に倫理的に説明するときにこの子はどうでもいい価値中立的なものなんだけども、この子は人間という人間の尊厳を満たしているからだからさあ育てましょうというふうにはなってないじゃないかと、そういう説明がおかしいじゃないかという議論なんです。でおそらく争っているのはそういうことなんで、だから2つの見方が反転付けみたいなの で我々がそれを統一するような何か見事な語り口見られることはちょっと私の考えでは出てこないと思うんですけども、しかし2つの語り口をこうやって、切り替えることによってこっちの語り口で語ると何かおかしくなっちゃったなみたいなところを修正することができるんじゃないかということ。今のあれで言うと、介護保険とかいうのはケアの倫理からしたらケアとして不純であるということですか？いや、だからそれはケアの倫理ということが正義とか権利という言葉を使ったらもうダメだとか思ってれば不純だってことになっちゃうんですよね。ただ、もうそんなガチガチのケアの倫理の論者がいるかというと、初期のノーディングスはそうだったんですよ。ノーディングスがさっきヘルドしか聞いてませんけれども、ノーディングス自身が社会政策論を発表したので、その時にはやはりそういうところに踏み込まなかったんですね。で介護保険とかあるいは日本では評判の悪い子ども手当みたいなものはおそらくケアの倫理の多くの論者を支持する。ただそれはケアの倫理からすぐその配分の原理が出てくるわけです。それはちょうど簡単風な人間の尊厳から生活補助費がいくらか負担しないか出てくるのと同じことなんであって、それはやはりケアの倫理は高く必要ないんです。人間すべて尊重すぎたということで1ヶ月いくら使っているのは出てこないですよね。司会者の土屋さんに失礼しました。もうそろそろですが、今日一日ビデオのケアをしていた藤井先生からご質問したいらしいので、どうぞ。いいですか、はい、浜口先生もしたいんじゃないかと思うんですけど、はい、僕の質問って身近になると思うんですけど、すいません、前にビデオの前に質問っていうか、質問かな、質問にします。2つあるんですけど、まず1つ目、正義の倫理をコールバーグで、代表させるというか、ケアの倫理をミリガンで代表させるような形で最初説明されたと思うんですが、コールバーグのモデルは、やっぱりカントの倫理学みたいなモデル念頭にあると思うんですね。でその当のカントは何ていうかっていうと、やっぱり、法と道徳を分けるわけですね。つまり、正義は法の方になっていて、で僕の質問はだから私の発想ですと、正義の倫理とケアの倫理っていう分け方がちょっと分からなくて、正義と倫理を分ける、法と道徳を分ける、そして倫理の中に、コールバーグ、あるいはカント的なものとケアの倫理という2つのものがあるんじゃないかという。でだからその正義の倫理とケアの倫理という分け方が篠山先生 の独自のものなのか、あるいはそういうふうに一般に言われているのか、ちょっと僕は分からないんですけど、その分野で。その点どうでしょうかっていう。ケアの倫理、正義の倫理という言葉自体は義理があり発するわけですね。で確かに正義ということを法というふうにしてしまった場合には法じゃないものが全て倫理になってしまうんですけれども、おそらく